越後国はかつて日本の行政区分だった両政国の一つ。北陸道に属する越後国再建図天保13年池田通り庭編。前身は4世紀代に設置されたクビキ国像や高市深井国像、その他豪族の領域で、律令制の施行に伴ってそれら各領域が統合された。7世紀末、文武、 当初の領域は、現在の新潟県本州部分の北部から、山形県省内、秋田県方面で、日本海側で、エゾの領域に接する、辺境国であった。エゾ政策の拠点国として、大砲2年3月に、越中国から、親父糸、すなわち、組木軍、腰軍、魚沼軍、貫原軍の4軍を譲り受けた。和道元年に、 北に領域を伸ばして、出羽軍を新しく設置しなら軍体制となった。出羽軍を建てるのと前後して、出羽作の築造と作古の移住が行われた。さらに、和道5年9月23日に、出羽軍が出羽国として分離したことで、後々まで続く越後の形が出来上がった。天平16年2月11日に、佐渡国を合わせたが、 天平商法4年11月3日に元に服した。その後、沼水軍が蒲原軍に統合されたり、越軍から三島軍、ついで三島軍が分立するなど軍に変動があった。大和政権は、江戸地における、半年拡大に上策を設けて、南の地域の人民を移民し、開発と村づくりに当たらせ、公民都市、軍を設置した。越後に設置された城策は、 647年、ぬたりの作、648年岩船作である。天保国絵図、越後国高田長岡天保を9年。国立公文書館デジタルアーカイブより、越後高田城三重櫓詳細は、越後府を三省国府は、首引軍にあった。10世紀頃までの国画は、上越市今受けと見る説が、有力視される。世紀以降の中世国画には、説あるが、 近年では、上越市の直越地区にあったと考えられている。アマデラとは不詳。演技式内社、演技式指名帳には、大こそ一座一社、勝者五十五座五十三社の、計五十六座五十四社が記載されている。大こそ一社は以下に示すもので、名神大社である。そうじゃ、一宮以下。 中世諸国一宮製の基礎的研究に基づく一宮以下の一覧。なお、一宮を天神神社とする説もある。越後ご守る。編集鎌倉幕府。編集室町幕府。編集。ありがとうございます。